はい、ここですね。もう見事にちょっと待ってくれてますけど、お出迎えですね。ゲラゴーニ森の観光保護のため、ここから先は特別な飲み込みの通行許可があります。というわけでね、これを見せると、スペシャルゲストのマメリアボロチ、よろしい、この森に許可入ることを許可します。ゲラゲラソーダの素晴らしい味わいをぜひ堪能していただきたい。これで、入れますね。長いダンジョンになるんだ、これが。邪魔だ。邪魔やね。おら行くぜ。やっぱり。もうワンパンだわ。え、何これ。あ、こんなんだったか。開いた。おー、懐かしい。あったなー。一つ一つ読んでこっか。ちょっと待って、セーブさせて。ゲラゲラソーダができるまでその1。ゲラゲラソーダはここ、ゲラゴーニの森で採れるゲラッパの実が原料になります。はい。その2。シロップをなみなみと注いで樽の中にゲラッパの実を一つ入れます。はい。ゲラゲラソーダはその3。その樽にギャグを言い放つと、ワラッパゲラッパの日からソーダの泡が発生します。ちょっとなんかこの辺りが何言ってるかよくわかんないんですけど。こうして幾年もギャグによる愚直性を重ねゲラゲラソーダが完成します。ゲラゲラってそういう意味だったのって話ですよね。ゲラゲラソーダのギャグがノリに乗った一級品はゲラネコンティと称されます。で、こいつが、バッカーラですね。さあ、そういえばここは星屑ヶ原からずいぶん南西に来ましたね。あのマップ上一番南西のあたりに位置する場所になるんですけど、ほらここ、さあ、南西ってことだけ見てる皆さんは覚えておいてください。このなんかさ、どこ通ってるか分かんないメールやだな。これね、確かね、どこ通ってるか分かんないからマリオとルイージの姿が見えづらいんですよね。急になんかさ、マリオとルイージがさ、どっか離れちゃう可能性ってあるんだよな。こっちか。で、こうやって歩いてって、おー、まだルイージね。見えるぞ、なんか。なんか見える見える見える。キプレイだとわかるんですよ。はい。あれ？誰ですか？誰ですか、あなた。あなた誰？ちょっと見えてたぞ。ルイージ、ルイージはなんで、あの、違う相方になってたんだい、君は一体。新しい相方生まないで。あ、いるね。ふぅ、やっべぇ。怪盗パーニャともらう姿丸々見られっちゃおう。見られてるよ。あ、声ついてんの？声つくようになったんだ。ちくしょう、面白いっちょ。やる気、面白いっちょ。新人、新人、カモーン。ヘイ、おやべぇ。あそうです。クッパです。これは、紛れもなくクッパってことだけ言っておきます。あの赤と緑の消しまっちゃおう。へい、どう見てもクッパですよ。赤と緑、おら、この二人見たことあるような。どうしたちょ、新人、こいつらと顔見知り。まあ顔見知りでしょうな。うー、何か懐かしいような憎たらしいようなこの姿。ごちゃごちゃうるさいっちゃう。おめえらも伝説のゲラゲラソーダ、ゲラルコンテを探る時期なんだろ。くぅー、先を越されてたマッチョくん。世界中のお宝をちょろまかせぎだ。怪盗パーネさんの名にかけてゲラルコンテを俺がもらうぜ。新人行くっちゃよ。レッツゴー。オキドキタンティトリナタントン、専用 BGM だ。さあ、2対2の戦いになるんですけど、これちょっと面白い点がありまして、本来倒すのは新人くん。そう、新人クッパです。記憶をなくしたクッパです。要は。で、本来の攻略方法としましては、新人クッパを倒せば、この戦いは終了です。はい。ただし、パーニョに攻撃するとね、珍しい一面が見れるんで、それをやっちゃいましょう。多分、さっきの撃破具合からして、倒せんじゃねえかな、もはや。いきます。本当はダメなんだけど、これ。本当はこれすると逆に死ぬんだけどな。せーの、いくぜー。
30買った。こうするとお前らおやべになんてことすんだって、くぞハンマー。そうこうやってね割と反撃来るからね、来るね。あこれ嫌い。あれあこんだけなの。バウンドブラス、よし行こう、いくよ。 ABBA しつこいとやるでも狙う。てかパーニュー硬いな、パーニュー硬い。来るね、はい、パーニュー来るね。 OKOKOK 大丈夫だ、はい、パーニュー狙う。パーニュの報酬が結構美味しいんで、キプレイカーしたら狙わない価値はなーい。でも防御高いなー、やっぱ倒しづらくなってんだな昔より。昔結構簡単に取れてくれたんだけどね。これハンマーの攻撃が痛いだけなんだよ。あー取られた。そうこうやってねアイテムを取ってきて使うっていうのがパーニュのいやらしいとこで、今はいいんですけど高級アイテム系統スーパーシロップとか食らうと嫌ですよね。まあスーパーキノコもう持ってんだよ敵、よく見たら多分。まあいいでしょう、その前にゴリ押せばいいだけのことを。あ落としたね、あ倒しちゃった、おやめあーごめんごめん、やっちまったわ。であとはクッパは何回かねジャンプをしてると、何回かこれをしていると別の行動が見れるんで、そう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 、これこれ、ほらなんだかこいつら戦ってると、腹のあたりがメラメラと込み上げるものが来るよ。よいしょ、おなんか出たぞ炎です。もう間違いなくクッパですねこれは分かりやすくなったね昔に比べて。でも君せーの1、2、3、はいの1、2。こいつ自体はそんな強くないんでね、てか本当はパーニュを倒す必要なかったんですよこいつ倒すのは終わってたんで本当は。ただ報酬と経験値が欲しいだけさ、終わった結構なんかあっさり終わるのね君たち。いやコイン美味しい。基本的に実は新人クッパだけは倒すとパーニュは逃亡します。はい。基本的にはその光景なんですけど、まあまあ僕は多分倒すと思いますよ実況内では。新人なんでザマッチョ。山で記憶喪失になってたお前は助かまれると忘れたっちょか。面目ね。まあ一応まあ新人なんで仕方ねえっちょ。要は先にゲラネコンって言ってにねいいだけっちょ。こんなやつら相手にしてないで先を作っちょ新人。まあ、今後ね、あのパーニョに関しては、結構、いっぱい出てきますよ。ライバル的ポジションですかね。気になるよなぁ。やるかぁ。ほい。というわけで、この二人を助けることには意義があります。どうやらミーは助かったのかね。ミーはこのシャトーのオーナーコールックである。そしてミーは、そのオーナーの弟ラベールである。ストレンジな二人組に樽に詰め込まれてしまったが、ちょっと君たちを助けてくれたのかね。まあこれ無視しても進んだらダメだからね、多分途中詰んでるわ。ほうほうほう、どうだよ。話を求めるとミーたちを取ったストレンジな二人組がこの森の奥深くにあるゲラネコンチを狙っていると。で君たちもゲラネコンチが欲しいと。しかし伝説のゲラゲラソードが本当にあるのかどうか、実はミーたちですらゲラコンティを見たことも飲んだこともないのだ。ゲラゴーニョの森はとてもアンチャッチャブルなサンクチュアリいや噛むからやめて。残念だがそう簡単にたどり着くことはできまい。むなになにジャンプで敵を踏みつぶし、ハンマーリワークだけ道を切り開くとな。確かに君たちの森の奥に行くかもしれんが、そのアクションだけではそろそろ心もとない気がするぞ。あ、ついに来たか。ラベルよ。もしかしたら彼らのハンマー。ふーむ、実はミーも同じことを考えていた。ちょいと失礼。
はい、ここに来ると、実は今しがた彼と話し合ったのが、ミーたちをタルクの中で助けてくれたお礼として、ハンマーアクションを2つ教えてあげようと思う。このシャトーで先祖代々密かに受け継がれて、密かすぎるだろ。優雅にして甘美なハンマーアクションである。マスターおしがいはきっと冒険の役立つと思うぞ。ハンマーアクションマスターしてみるかね。回しましょう。まず、緑のおひげの君。そう、今までルイージはハンマーが使えなかったんですよ。使えたんですけどね。3DS によって突然使えなくなったんですよ。はい、ハンマーを見せます。はい。うむ、なるほど。このハンマーなら。下亀たちは、チビチビって言ってる、もう。はい、チビね。B ボタンでアクション。はい。いや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 。もうね、ここまで来ると意味がわからなくなってくるんですけど、皆さんついてきてください。チビマリオにできます。みんなプチサイズになるのだ。彼のサイズはネズミキュー。小さな穴に潜ったり、プチアドベンチャーに、をすることができます。はい。今まで、使えなかった。ハンマー、ようやく君ハンマー使えなかったね。そういうこと。今までできなかったんだけどね。ルイージがハンマーをようやく使うときやってきました。チビサイズ。チビサイズマリオ。ね。エクセント、君は天才かもしれん。うむ、それを赤い君の、マリオはじゃあどうするんだってなったときに、これね、結構ひどいことになるよ。もう、書いてあるんじゃねえか、潜りって。潜りだったんだ、あれ。あれ、潜りだったんだ。穴じゃねえんだ。ははははいや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 、究極つが埋めてんだよな、どう見ても。母なら大地にすっぽりと隠れて、埋めてるだけだろうが。あ、潜ったまま、そうだね。はい。いや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 、ルイージ不憫だろこれ。だいぶ不憫なことになってるけどな。今マスターした華麗で優雅なハンマーアクションを使い、右の部屋にある美しいソーダグラスを手に入れるのだ。というわけで、まあまあチュートリアルをしておきましょう。正式名称今知ったわ。チビとモグリ。ああ、ちょうどいいとこに、いいお試し台がありますね。ネズミのリビング。というわけで、このままでは入れないんで、ハンマー。こうすると、分離します。で、分離した状態で、Y ボタンを押すと、単体行動が可能になります。なんで、例えば、ここでスイッチあったら、ここ押して、入れ替えて、スイッチの先に進む、みたいなことも可能になりますね。ちなみに、この状態でメニューを開くと、確か、あれができる。ああ、やっぱり影になっとる。で、こういうね、鉄柵がないとこ、潜れるところですね。ここではできないです、ちなみに。ここでは、ハンマーで彼を埋めることができません、鉄なので。だからね、平坦な床のところに置いて、潜りをすることができます。というわけで、これで、取っちゃいましょう。壁にあるもの叩かないように。ハンマーで、スイッチを押して合流して、二人でハイジャンプで取るというわけですね。おお、それは、輝くレッドラスト、きらめくグリーングラス。ブリリアントなグラスは手に入れたらないか。ファビュラス。もう教えることは何もない。君たちはハンマーアクションを完璧にマスターしたのだ。さあ、ジェントルメン。伝説のゲラゲラソーダも、ゲラコンテナも森に入るがよい。あの二人もう出てこないのかな